こんにちは、郷ひろみです。今日はですね、ジュエリーについてちょっとお話をしていこうかなっていうふうに思うんですけども、僕もともとこう10代の頃から、そうですね、多分仕事を始めた頃からでしょうかね、こういうのがこう大好きで、実は今日つけてるのはこう自分のブランドの、ネックレスなんですけども、でブランド名はローゼンヘムで、これは僕がつけたんですけども、何にしようかなっていろいろ考えた時に、でそのローゼンヘムデンっていう名前はもともと僕のあだ名がですね、赤シャツだったんですよね。小さい頃に僕たちがこう小さい頃に男の子が赤を着るっていうのはまずなかったんですよ。でそこに持ってきて僕はこういうのでこう赤いシャツを着せられてたわけですよ。で僕抵抗なくこうなんかこんなもんかなと思ってこう着せられたんですけども、学校行ったりするとお前赤とかってみんな言うわけじゃないですか。でそのうち赤シャツだとかって言われるなんて、いつの間にか僕は上級生だったり同級生から赤シャツ赤シャツってこう言われるようになった記憶があるんですよ。でもそれもお袋は、あんたはねこの色が似合うのよ、これはいい、もうねいいのよって言ってこう着せられて、お袋を取ってみると、僕がそのとにかく映えるということが一番だったんでしょうね。そういうことで自分が抵抗なくいいものはいいんだっていう意識を持つっていうのは、お袋の存在が大きいと、そこでその赤シャツっていうのをうまくこう英語に書いていくとレッドシャツになっちゃうんですけども、ちょっとこれじゃベタだなと思って、もうひとひねりだろうと思っていろいろ考えていくうちに、ローゼンヘムデンっていうのは実はドイツ語で、ローゼンっていうのはシンク、ヘムデンというのはシャツ でそこでローゼンヘムデンっていうのが出来上がったっていういきさつなんですね。僕にとってみるとジェリーって服を身につける感覚と同じかなっていうのがありますよね。人にこう見せびらかすものではなくて、自分自身が着て楽しむところに行きたいなって、やっぱりこう着て自分が心地いいっていうのが一番だし、だから僕は急いでいても靴履いてちょっと靴下違うなと思ったら時間がなくても靴下買いに行くぐらいなんですよ。それぐらい こだわりがあって、だからそのつけるものも同じようにできるだけその服に合った、そして、TPO っていうものを考えて自分の中でつけるようにはしてるんですけどね。ラブモード、ラブシュプール。